えー、博士号持ち研究者です。1年間海外の大学で博士研究員をしている間に就活を行い、日本の某大手企業3社とアメリカの企業1社で泣いてもらいました。同じ業界職種ですが、1年目の給料が日本では年収400万、アメリカでは年収2000万と待遇がかなり違います。実際に働いている1000万円もるのでアメリカの企業に仕送りました。なぜここまで博士研究者の年収に下がるのでしょうか。これだけ違うと、日本の博士はどんどん海外出て行き、海外でかい、えー、研究成化を上げると思います。えっと、ただ、アメリカの場合はクビになることがあるんですよ。 あの、日本の場合って、なんだかんだ言って無能でも、そんなに大した業績がなかったとしても、ずっとその大学に位置づける人っていうのも結構いるんですけど、アメリカの場合って、業績出さないといきなりクビになったりするんですよね。ただ、業績を出したり、その研究のためのスポンサーを見つけてくるやつっていうのは、めっちゃ幸福で扱うんですよ。なので、その、こういう研究ですと、例えばじゃあ、その、えっ、ー、と、青色 LED、LED を開発した中村先生っていうのが、今、あの、サンタバーバラのあの、えっ、ー、とカル、UC、サンタモニカじゃねえや、なんだっけ、UC、サンディエゴにいるんですけど、 で、その、要は、あの、LED の研究をして、それが、じゃあ世に出るから、その商品開発っていう形で企業からお金もらいますので、じゃあ年間の研究予算4億円もらいますって言うんだったら、じゃあその分の20%俺の年収にするわ、みたいなのも全然問題ないんですよ。なので別に年収全然高くてもいいし、企業がちゃんとスポンサードしてくれるんだったら、ちゃんとその研究、その費用を使ってきちんと研究して、成果を出してやればいいよってなるんですけど、日本の場合って企業と一緒に研究したとして、例えばじゃあ企業から10億円引っ張ったとしても、大学の先生ってお金取ると怒られたりするんですよね。いやその 研究費として企業が10億円払ったとしてもそれを大学の先生が自分の手柄にするのはいかがなものかみたいなあの要はあの平等っていうのを割と日本は自負するのでなのでなんか一生懸命大学でやるより大学でちゃった方がいいわっていう人もいたりするんでで最近の例でいくとあの筑波大学にいるあの落合陽一先生っていう人がいるんですけどあの人一回その大学筑波大学准教授まで行ったんですけど辞めたんですよ。 筑波大学准教授を辞めて、寄付講座っていう形で、自分の金で、筑波大学の講座を買ったんですよ。で、自分の金で講座を買って、自分の金で授業をやってるんですよ。<laughs> で、要は、あの、落合陽一さんって人が優秀すぎるせいで、その、テクシーテクノロジーとかだったり、割とあの、いろんな会社があって、自分で収益が、会社以外あ、その、大学以外の収益があるので、そこの収益で、大学に対して寄付をすることで、大学で好きな授業をやっていい。で、生徒も好きに寝ていいよと。という形で、自由な立場を買い取るっていうのを自分でやったんですよ。で、すげえ特殊な人なんで、あの人ほんと早く死ぬと思いますよ。<laughs> あの、10年前の落合陽一っていう写真を見たんですよ。 あの、年齢的には多分僕のより10個ぐらい低いはずなんですけど、だから10年前の30代の、二 ?20 代後半ぐらいの落合洋治さんは、割となんかあの、ちょっとぷっくりしてて健康的なんですけど、もう今めっちゃ目に熊があって細くなってて、あの人ほんと何とかしないと死ぬと思うんで、あの、ちゃんと落合洋治さんをみんな助けてあげてください。っていうね、優秀な人ほど早く死ぬっていう。えー、ひろきさん。